どうもどうも、マサトです。マッサバのワールドへようこそ。はい、ということで本日はサムネでもある通りスライムトラップを完成させてみたいと思います。多分従来通りのやつなんでうまくいくとは思うんですけれども、ちょっと心配な点もあるんで、そこら辺クリアにしてちょっとやっていきたいなと思います。ということで早速始めてまいりましょう。はい、土曜日のライブで旅に出ましたけども、ついに念願のものゲットしましたよ。ここら辺はね、また植えて増やしていきたいなと思います。だからで醸造台も入ったんだよね。これですね、マグマブロック、これが手に入ったんで、やっとスライムトラップも先に進めることができます。なんとか自動化できますね。途中で止めているスライムトラップの場所がこちらでございます。ある程度下準備の方は進めております。仕込むための場所ですね、こちらになります。一番懸念しているところ、これレッドストーンランプ見えてると思うんですけれども、ここにねゾンビトラップがあるわけなんですよ。それとぶつかってるんですよね。でそれがちょっとね厄介なところなんですけれども、ということで早速準備していきたいと思います。回収用のホッパー付きトロッコを走らさなければならないので、ぐるりと回さなきゃいけないんですよね。あ、これ取らないといけないんだ。こういってこっちへ回して、でリバースさして、でまたこうか。で、届かんか、こう返ってくるというやつですね。で、ここにホッパーを仕込まなきゃいけないんだけど、あ、整えるのはまた後でやります。で、ホッパー2個、こことここですね。で、ここ設置して、レバーかな、で、パワードレール、これで回収できると思います。こうですよね。で、あとこの下に、やらなきゃいけないんだけども、3つか。そんないらないと思うんだけどね。じゃあちょっとこの下。レバー、動力。あ、ダメだ。ここ、ゾンビトラップのあれじゃない?ほら。ダメです。ここ使えません。困ったな。だから、レバー、ここと、ここ。で、オン、させますよね。ここが使えないんですよね。じゃあ、ちょっとここなしで、普通のレールにしますか。こんだけありゃ戻ってこれると思うんですけど、こっちの下仕込めるんかな。ここね、2つか。なんか出てきたな。ここだよね。いけるかな。こうだからこうしとこうか。ちょっと松明も仕込んでおきます。ゾンビトラップがなかったらね、まだシンプルにできるんですけど、ここ壊して、もう動力来てるんでこれでいけますね。でぐるぐる回せるはず。でここにホッパー付きトロッコをポン、いけてますね。はい、じゃあもうこのまま動かしておきましょうか。じゃあ蓋します。ここで水流れてきて、だからこうだから、でここにマグマブロックセットすることになります。下整えるのはまた落ち着いた時にやっときます。でこっちは普通にできるんだよね。どっち側にあんの、こうだからこっち側から行こうか。でさっきと同じ要領でこうですね。こうして
あ、しまった、やっちまったな。動いてますね。はい、マグマブロックで閉じます。ここが回収する部分ですね。で、あとこっちも同じように、で、いけましたね。じゃあついでに水流すんですけども、あ、これ下穴開いちゃうか。こっちからこうやりゃいけるか。で、これ取って、あ、大丈夫でしたね。下に通路の穴開いてる時があるんで、で、氷塊セットします。もし上から落下でやられてスライムボールになったやつ、水で流れやすいようにここを氷塊にしておきます。ちょっとすいません、息切れしております。で、水流せるように看板ですね。で、こっちから向こうだから、ここにフェンスゲート設置しておきます。で、ここも同じように、ですね。で、ここはこっちから水をこう流すんで、8ブロックですね、水流れるの。1,2,3,4,5,6,7,8 ブロック、ここまでねにしてます。じゃあ次水流しますね。こことここ、いけてますね。で、次こことここ、で、あとここと、はい、で、いけましたかね。これで回収はいけたと思います。じゃあ次、これ層の方も作っていきます。なので、材料いるな。ではね、スライムブロックで上がっていきます。上に湧いてるかな。湧いてるね。まあちょっと無視します。では、このように、え、下もいる？違うよね。はい、ぐるりと回して、これを結構ね、下までやっていかなきゃいけないんで時間かかるんで、もうここの部分は、編集でバッサリカットします。では、出来上がった巣が、一応ここの巣をやってから今度上取らなきゃいけないんで、とりあえずここ仕上げた後、から、ご覧いただきたいと思います。では、どうぞ。はい、ということで層の方が完成いたしました。あとは上の部分を、こっちからも見えるようになってます。上の部分を外していくという感じですね。では、端から
解体していきましょう。穴開けます。落ちたやつはある程度は回収してくれると思うんですけどね。でこれで、スライムトラップ完成となりまして、スライムボールが、取り放題というふうになります。はい、残りこれですね。これで繋がりました。あ、ちょっと落ちちゃってるけど、まあいいよね。で結局1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13層ぐらいですね。あ、ここにも止まってるね。うん、まあいいや。でこっちから下降りて、あ、スライム回収してるね。一応取っとこう、後でデータちょっと取るんで。多分出てるってことはいけてるってことだよね。こっちはないよね。いや、これでちょっと様子見ましょう。湧いてますね。これがこっち来るかな。あ、行ったね。でこっちに流れてくると、でマグマブロックで処理されるということですね。はい、小さくなっていきます。で回収されると、はい、でこっちに回収されてると、はい、いけてますね。はい、ということで今回はスライムトラップの方完成いたしました。このように下見えない、処理層の方、作りまして、で上も全部ぶち抜きまして、このように層ができて、あとはスライムが落ちてくるのを待つだけという風になっております。でこれでスライムボール、スライムブロック、スライムボールを回収してスライムブロック作れるようになりましたということでございます。ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。